三人脱退金プリに勾妙長瀬角の貢献人に大物俳優が名乗り、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、キングプリンス、金プリから三人が脱退し、長瀬角、24、高橋海人、24の二人組になって10日余りが経った。そんな中、強力なスケットが現れた。 特にメンバー脱退により落ち込んでいた長瀬が後見人として大物俳優が名乗りを上げたというのだ。5月22日に平野志洋、神宮寺雄太、岸優太の3人が脱退し、翌23日から2人組の新体制で動き出した。6月21日には新曲、何者がリリースされ、7月からはニーカップ番組、筋トレ、仮日本テレビ系がスタートすることも決まった。ただ、 キンプリとしてはこのような事態になることを望んでいたわけでは決してなく、現在放送中の日曜劇場、ラストマン全盲の捜査官、TBS 系に出演している長瀬も、撮影現場でメンバーが抜けることに落ち込んでいたという。そんな長瀬を支えてきたのが、ラストマンで共演している福山雅治と大泉洋だった。連日のように長瀬のモノマネをして、長瀬いじりをすることで現場を盛り立ててきたというのだ。 特に大泉は時には盛り上げ、時には真剣にアドバイスし、長瀬とは良好な関係を築いている。長瀬さんは大泉さん演じる孤高の刑事のおいであり捜査一家の刑事という役どころですが、現場では親子のような関係性です。大泉さんは長瀬さんを連々と呼び、休憩中は一緒に弁当を歌で、大泉さんの親父ギャグに長瀬さんがすかさず突っ込んでいる。ただ、 長瀬さんは二人体制となった金プリを盛り立てていくために役者業も極めていきたいと考えており、撮影中は真剣な表情で大泉さんのアドバイスにも耳を傾けています。ドラマ関係者、高橋と二人で金プリの看板を守っていく決断をした長瀬。大泉はそんな長瀬を、 ジャニーズ事務所の先輩である岡田純一や嵐の二宮和也のような実力派俳優に成長させるために全面的にバックアップしていくという付き合いのあるテレビや映画関係者などに長瀬さんの演技力や人柄を絶賛してそれとなく売り込んでいると聞いています最近は大泉さんが溺愛する娘さんも長瀬さんを推しになったとか大泉さんとしてはドラマの撮影が終わっても 役者として経験を積んでいく長瀬さんを支えていくそうです。どう ?1 月期にはドラマ、夕暮れに、手をつなぐ、TBS 系、そして4月期は、ラストマンに出演。11月には主演映画、法廷遊戯の公開も決まっている。俳優としての活動が増える長瀬にとっては大きな後ろ盾となりそうだ。トースポウェブ、平野紫陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ。 愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。